それでは早速トリビアの種を紹介しましょう。タモリさん、高橋さん、八嶋さん、こんばんは。こんばんは。僕は毎週日曜日サザエさんを見ているのですが、サザエさんが始まる時の歌でお魚くわえたドラ猫追いかけてってあるじゃないですか。あのドラ猫がくわえているお魚って何なんですかね。サザエさんが追いかける魚ということはよっぽどの魚だと思うのですが、これってトリビアの種になりませんか。よろしくお願いします。このトリビアの種、つまりこういうことになります。サザエさんが追いかけているお魚くわえたドラ猫は最大キロのまでくわえることができる。まあ普通はサンマなんだけどね、うん、でもサンマだったらもうで済むところをよっぽどだと思うんですよ、うん、1キロ上げるかな。1キロってでも結構な重さですからね、うん、はい、1キロぐらいいけるんじゃないか。なるほど、うん、それでは見ていただきましょう。見てみましょう。こちらが確認の VTR です。サザエさんのオープニングの歌詞を見ると、お魚くわえたドラ猫追っかけてとあるが、サザエさんが追いかけているお魚くわえたドラ猫は最大何キロの魚までくわえることができるのか。広辞苑によると、ドラ猫とはさまよい歩いてよく盗み食いなどをする猫、野良猫とあるが、はい、アニメサザエさんのオープニング曲を歌う宇野優子さんに聞いてみた。いや聞くとこ間違ってんでしょ。ドラ猫ね、お魚くわえたドラ猫だってもわかんない。追っかけて、何か出てくるヒントが出てくるかと思って、ちょっとわからないですね。わからないのかよ。すいません、ありがとうございます。実際に調べてみた。逆にすいません。まずどうやって調べればよいのか、猫の生態に詳しい先生方に集まっていただき話し合っていただく。ああ、サザエさんのテーマ曲聞いてますね。これじゃ何もわからないですよね。一般的な食卓の上に乗ってる魚でね、で加えて逃げることのできる魚だけですね。実験するにはどうやってやるのが一番いいんですかね。草むらの動物ですからね、一番近い自分の身を隠すところに持っていけるはずだ。だからまあこういった草があるね、ちょっと離れたところに魚を置けば猫としては動きやすいだろうね。魚って言えば、まあ、丸ごとなのかな、ケイミなのかね。あと形もありませんかね。場所などは、そして討議した結果、あのね、ドラ猫というのは大変警戒心が強く、あの食料を近くの藪場で持ち帰って食べるんですね。あ、でその習性を利用してですね、ドラ猫が多くいる場所でさまざまな魚を置いて検証するのがやっぱり良いと思います。うん、今回の検証ではですね、磯野家のようなごく一般的な中流家庭の食卓に並ぶであろう魚を使った方がいいでしょう。でさらにお魚を超えたドラ猫という歌詞からですね、切り身ではなく頭と尾っぽのある魚だと思います。あらあら、ですからね、魚を丸ごと使って検証するのが望ましいと思われます。そこで今回はドラ猫が数多く生息している公園で検証を行い、公園の中でも最も人気が少なく猫の通り道となっている公衆トイレとその裏側にある藪の間に魚を置き、ドラ猫が餌を安全な場所まで持っていく習性を利用することで最大何キロのどんな魚を加えて運ぶことができるのかを調べる。そして魚の重さを徐々に上げていき、どの猫も加えて運ぶことができなければ終了とする。はい、検証1日目。まず最初の魚はイワシ。その重さは 85g。 そして板の上に乗せたイワシを置き準備完了。さあ始まりました、
一体ドラ猫は最大何キロの魚まで加えることができるんでしょうか。解説は日本獣医師会の宮田先生です。先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。おっと早くも加えたか。いやまだ魚に対して警戒しているようです。手を使って恐る恐る様子を伺っています。そして今加えました。軽々と運んでいきます。 85g のイワシを簡単にクリアしました。続いての魚はサンマ。その重さは 135g。さあ今度は体格の良い白いドラ猫がやってきました。先ほどと同じく魚の様子を探っていますが、あっとあっという間に加えていった。 135g のサンマも簡単にクリアしました。続いての魚はマダイ。そうじゃないか。その重さは 405g。さあ白と茶のドラ猫がマダイに向かってゆっくりと近づきます。405g のマダイを加えられるのか。おっと手をそっと置きましたが、先生これは押さえて周囲を見てますね。冷たいか温かいかみたいな。おっと尻尾の方を加えました。そしてあっさりと持っていきます。405g のマダイもクリアしました。逆にねこんな新鮮なもの。検証2日目魚はアイナメ。その重さは515g。 いい魚なんでしょうね全部どれも。検証2日目、飢えたドラ猫たちの巣窟に置かれたアイナメを狙ってまたドラ猫がやってきました。手を使って魚の様子を探っています。おっと何があったのか。あっと一日目に軽々とサンマを持っていったあの白い猫が現れました。そして魚の様子を確認しまた簡単に加えました。ごちそうを取られたと恨めしそうな猫に一列もくれず悠然と立ち去ります。これぞまさに泥棒猫。その後魚が徐々に重くなるにつれてさまざまなドラ猫たちが諦めていく中、 610g のヒラメからサバ、そして 910g のカンパチとクリアしていったのはこの3匹のみ。この3匹が加えられなくなるまで魚の重さを上げていく。そんなに猫って食えるのかな。続いての魚はスズキ。その重さはついに1キロを超え 1.2キロ。ヤブの中から405g のマダイを加えたあの白と茶のドラ猫が現れました。先生また尻尾狙いでしょうかね。頭はね危険だし加えにくいんですよ。それで尾っぽから持っていくんですね。なるほど。おっと加えました。スズキもクリアです。持って帰れんのか本当に。検証3日目魚は煮付けなどでよく食べられるキンメダイ。その重さは 1.4 キロ。さあ検証3日目になりました。腹をすかした猫たちが再び獲物に群がります。お前には無理だろ。しかし 1.5 リットルのペットボトルほどの重さがあるその魚の巨体になすすべもなくうろうろするばかり。匂いを嗅ぎそして様子を伺っています。まさに猫の手も借りたいという状況はこのことでしょうか。持って帰りたいのに持って帰れない。大丈夫ですかみたいな。そして周囲がまさに猫の子一匹いない状態になりましたが、出ました鋭い眼光。3日目も現れたブチ模様。ヒラメ 610g とサバ 705g を持っていったあのブチ。素人が。ブチがキンメダイの巨体に今挑もうとしています。頭か腹かいや尻尾を噛もうとしています。お、そして今ゆっくりと持ち上げようとしています。おっと先生これは何が起こったんでしょうか。さっきの猫は諦めたんですけどね。折られると思ったら動けんだな俺。今度の猫はね成功したと思って慌ててね出てきたんですよ。なるほど。改めて 1.4 キロの金メダイもクリアしました。始まるの小筋からね。続いての魚はカサゴ。こんなの持っていないよ。その重さは 1.6 キロ。痛いだろこれ。さあ現れたのはあの白のドラ猫。わー 515g のアイナメを軽々と持ち上げたあの白のドラ猫が 1.5 リットルのペットボトル以上の重さを加えて持ち上げることができるんでしょうか。
この白のドラ猫は尻尾ではなく腹を狙いますよね。これは相当強い顎の力が必要でしょうね。なるほど。おっと打ち上げました。難しいとされた腹を加えたまま力を見せつけるように悠然と立ち去ります。カサゴ 1.6kg もクリアです。ここがまたでかいよね。続いてアジの中で最高級と言われる島アジ。高いぞこれ。その巨体の重さは 1.8kg。 これ上げちゃうの。これこの大物をドラ猫は加えることができるのか。さあ三度その姿を現しました白いドラ猫、またしても腹に襲いかかるのか。しかし重さは 1.8kg にも及びますが持ち上げた。 1.8kg をものともしません。後ろ姿にも貫禄だ。シマアジ 1.8kg もクリアです。すごいこの人。一体ドラ猫が持ち上げられる魚の限界はどこにあるのでしょうか。これ本当に猫なのか。続いてカツオ。カツオだよ。その重量はついに2キロを超える。2キロ。さあとうとう2キロの大台に突入しました。来たね。その重さはペットボトル2リットルを想像していただければ猫にとっていかに重たいかはお分かりいただけると思います。俺も持ち去りたい。しかし2キロの重さを前になすすべがないドラ猫たちですが、出ました。これはあの白と茶のドラ猫。 910g のカンパチ、そして 1.2 キロのスズキを加えたあの白と茶です。その瞳に映るのは2キロのカツオのみ。さあこの白と茶の猫は尻尾を狙うのがセオリーでしたが、やっぱり尻尾からいきますね。また尻尾を加え、そして持ち上げました。2キロの巨体を引きずりながらもしっかりと加えて後ずさり、そしてこの自信に満ちた表情です。あの草むらの奥でもパーティーですよ。飽くなき魚への執念、2キロのカツオクリアです。すごいね。続いて本マグロの子供メジマグロ。メジマグロ。その重さは、カツオより重い 2.1kg。 俺が食べたいよ。さあ現れたのは 1.4kg の金目鯛を加えて持ち去ったブチ模様のドラ猫。黒が再び尻尾を加えて持ち去ろうとしていますが、 2.1kg の巨体になかなか持ち上がりません。おっと、これは先生食べ始めてませんか。この重さだとね、やっぱりもう諦めて食べちゃいますよ。ということはブチ模様はここまでです。ブチ模様のドラ猫はマグロを加えられなかった。残る2匹に期待がかかる、さあカツオを加えて持ち去った白と茶のドラ猫に期待がかかりますが、おっとスルーしました。え、先生これは経験豊富な猫ですね。もう見ただけで諦めましたね。なるほど。白と茶の猫も加えられなかった。残るは白いドラ猫をのみ。シマアジを持ち上げた白いドラ猫は 2.1 キロのマグロを加えることができるのか。先ほどのマグロは食べられてしまったため、同じ重さの新鮮なマグロに変えて再度検証をする。さっきのでいいじゃん。いいじゃん。もったいないよ。 1.8 キロのシマアジを圧倒的なパワーで持ち去ったあの白いドラ猫が来ました。来たよ横綱が。今回は腹ではなく尻尾のあたりを加えようとしていますが、なかなか牙が刺さりません。さすがの横綱も無理だね。なんとか尻尾を押さえて加えようとするもののうまくいきません。とこれはマグロを加えられず食べてませんか。あれ自分の体の半分近くありますからね。諦めて食べたんですね。ああ白のドラ猫も 2.1 キロのマグロの前に敗れ去りました。ものすごい食ってんじゃないですか。こうしてこの世界にまた一つ新たなトリビアが生まれた。サザエさんが追いかけているお魚くわえたドラ猫は最大約2キロのカツオまでくわえることができる。魚か魚か。
最後のあのカツオとメジマグロ、メジマグロはやっぱり猫のリアクションがズバ抜けてよかったみたいで、ああうまいんだよ、まあ、常にもう 7,8 匹周りに来る、そんだけリアクションがいいのはやっぱりその2匹だった、ああやっぱ舌を超えてきたんだね、だんそういうことですね、もう何日かない、まあ、しかし今回の検証では撮影現場を管理している方々に了承を取って行いましたが、野良猫にむやみに餌を与えると野良猫の数が増えてトラブルの元になりますので、勝手に餌をやるのはやめていただきたいということでございます。はい、分かりました。それではこれより田丸さんにこのトリビアの種から生まれた新しいトリビアがどのぐらい素晴らしいものだったかを評価していただきます。それでは田丸さんにお聞きします。このトリビアの種何部咲きでしょう。7部か8部かなと思ってたら予想外に面白かったね、はい、ですよね1キロも無理だと思ってたらとんでもないことだった、ね、そうですね、重さっていうものもそうだし、うん、あんだけキャラ立ってるなっていうね、猫たちそれでは早速トリビアの種を紹介しましょう。田丸さん、高橋さん、八嶋さん、こんばんは。こんばんは。僕は毎週日曜日サザエさんを見ているのですが、サザエさんが始まる時の歌でお魚くわえたドラ猫追いかけてってあるじゃないですか。あのドラ猫が加えているお魚って何なんですかね。サザエさんが追いかける魚ということはよっぽどの魚だと思うのですが、これってトリビアの種になりませんか。よろしくお願いします。このトリビアの種、つまりこういうことになります。サザエさんが追いかけているお魚加えたドラ猫は最大キロのまで加えることができる。まあ普通はサンマなんだけどね、うん、でもサンマだったらああもうで済むところをよっぽどだと思うんですよ、うん、1キロ上げるかな。1キロってでも結構な重さですからね、はい、1キロぐらいいけるんじゃないか。なるほど、うん、それでは見ていただきましょう。見てみましょう。こちらが確認の VTR です。サザエさんのオープニングの歌詞を見ると、お魚くわえたドラ猫追っかけてとあるが、サザエさんが追いかけているお魚くわえたドラ猫は最大何キロの魚までくわえることができるのか。広辞苑によると、ドラ猫とはさまよい歩いてよく盗み食いなどをする猫、野良猫とはあるが、はい、アニメサザエさんのオープニング曲を歌う宇野優子さんに聞いてみた。いや聞くとこ間違ってんでしょ。お魚くわえたドラ猫だっても追っかけて、何が出てくる、ヒントが出てくるかと思って、ちょっとわからないですね。わからないのかよ。すいません、ありがとうございます。実際に調べてみた。逆にすいません。まずどうやって調べればよいのか、猫の生態に詳しい先生方に集まっていただき話し合っていただく。あ、サザエさんのテーマ曲聞いてますね。これじゃ何もわからないですよね。一般的な食卓の上に乗ってる魚でね、で加えて逃げることのできる魚だけですね。実験するにはどうやってやるのが一番いいんですかね。草むらの動物ですからね、一番近い自分の身を隠すところに持っていけるはずだという。だからまあこういった草があるね、ちょっと離れたところに魚を置けば猫としては動きやすいだろうね。魚って言えば、まあ、丸ごとなのかな、形見なのかね。あと形もありませんかね。場所などは、そして討議した結果、あのね、ドラ猫というのは大変警戒心が強く、あの食料を近くの藪場で持ち帰って食べるんですね。あ、でその習性を利用してですね、ドラ猫が多くいる場所でさまざまな魚を置いて検証するのがやっぱり良いと思います、うん。今回の検証ではですね、磯野家のようなごく一般的な中流家庭の食卓に並ぶであろう魚を使った方がいいでしょう。でさらにお魚を超えたドラ猫という歌詞からですね、切り身ではなく頭と尾っぽのある魚だと思います。あらあら、ですからね、
魚を丸ごと使って検証するのが望ましいと思われます。そこで今回はドラ猫が数多く生息している公園で検証を行い、公園の中でも最も人気が少なく猫の通り道となっている公衆トイレとその裏側にある藪の間に魚を置き、ドラ猫が餌を安全な場所まで持っていく習性を利用することで、最大何キロのどんな魚を加えて運ぶことができるのかを調べる。そして魚の重さを徐々に上げていき、どの猫も加えて運ぶことができなければ終了とする。はい、検証1日目まず最初の魚はイワシ。その重さは85グラム。そして板の上に乗せたイワシを置き、準備完了。さあ始まりました。一体ドラ猫は最大何キロの魚まで加えることができるんでしょうか。解説は日本獣医師会の宮田先生です。先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。おっと、早くも加えたか。いや、まだ魚に対して警戒しているようです。手を使って恐る恐る様子を伺っています。そして今加えました。軽々と運んでいきます。 85g のイワシを簡単にクリアしました。続いての魚はサンマ。その重さは 135g。さあ今度は体格の良い白いドラ猫がやってきました。先ほどと同じく魚の様子を探っていますが、あっと、あっという間に加えていった。 135g のサンマも簡単にクリアしました。続いての魚はマダイ。そうじゃないか。その重さは 405g。 さあ白と茶のドラ猫がマダイに向かってゆっくりと近づきます。405g のマダイを加えられるのか。おっと、手をそっと置きましたが、先生これは押さえて周囲を見てますね。冷たいか温かいかみたいな。おっと、尻尾の方を加えました。そしてあっさりと持っていきます。405g のマダイもクリアしました。逆にね、こんな新鮮なもの。検証2日目魚はアイナメ。その重さは515g。 いい魚なんでしょうね、どれも。検証2日目、飢えたドラ猫たちの巣窟に置かれたアイナメを狙ってまたドラ猫がやってきました。手を使って魚の様子を探っています。おっと、何があったのか。あっと、なんかこっちに軽々とサンマを持っていったあの白い猫が現れました。そして魚の様子を確認し、また簡単に加えました。ごちそうを取られたと恨めしそうな猫に一列もくれず悠然と立ち去ります。これぞまさに泥棒猫。その後魚が徐々に重くなるにつれて、さまざまなドラ猫たちが諦めていく中、610グラム